くるくるくると思っていらっしゃったとは思うんですけど、びっくりした？だったら成功です。これ交響曲第94番なんですけれども、まあ、別名びっくりシンフォニーってよく言われています。で、ハイドンさんはすごくユニークな方で、まあ、居眠りしてるお客さんをうわっって起こそうみたいな、なんかそういうちょっとユニークな曲多いんですよね、ハイドンさんね。曲の途中なのに退席していって最後2人になるとか、そう、告別っていう曲なんですけど、本当に一人一人いなくなっていく、なんかそういうちょっと面白い演出得意なんですよね。そう、それでお待たせしました、皆様参加です。今のオーケストラの一員になったと思って、タン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 バーンってやってほしいんですけど、ちょっと用意しました、あの楽器を。まあこのご時世なので、あのビニールの手袋をして折ったのでヨレヨレしてますけど、すいません。クリップの、クリップあるかな、クリップはないかな、大丈夫かな、持ち方とか大丈夫ですか。配信の皆様はなんか鍋の蓋とか大急ぎでうるさい音の調達してきてください。あ、じゃあ私ちょっとやってみましょう。でクリップの方を持ってですね、それでそうそうそう、こう直角にこう下ろすみたいな、あのちょ、お、あ、上手上手上手、ちょっと今練習していただいていいですよ。おーおーおー、いい感じいい感じいい感じです。そう、思い切るか、じゃあ元にも、はい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 、あ、もう大丈夫そうです。それでは元に戻していただいてスタンバイお願いします。皆様よろしいですか。じゃあ曲をわからない方でもわかるようにカウントダウン出します、そこの画面に。配信の方にも出ます。はい、じゃあちょっと出していただきましょうかね。で3、2、1で出たらパンですからね、まあ、まだ用意だけして、ではいいでしょうか、見ててくださいよ画面、せーの、3、2、1。おお、いい感じいい感じ、いいです。じゃあいよいよ本番に、大丈夫ですか、配信の人間に合ってますか、これ作ってると間に合わないので、なんかあの手バチンとかでも全然大丈夫ですから。はい、そしたらいよいよ本番なんですけれども、本番はもうちょっと今のところよりも先まで弾いちゃいます。皆さんはさっきの出番のところ10からカウントダウン出るので、3、2、1パンってした後、不発でもやり直さずにもう下に置いちゃって最後まで聴いてください。